稲妻イレブンは最初にタイトルを考えて内容は後から考えたレベル5社長日野明宏の「キャプテン翼を超えたい」「稲妻イレブンをきっかけにサッカーを始めた子がいつか日本代表になる」という思いから企画が始まったゲーム制作の一方で稲妻イレブンをより広く知ってもらうためにアニメ化計画を同時に進めたストーリー設定キャラデザ 全てがゲームとアニメで同じになるようにしてほしい。と、アニメ制作会社、OLM に頼んだ。そのため、アニメでの見栄えを意識して、ゲームのユニフォームの線一本を変更したり、アニメの展開的に新必殺技が必要になったら、ゲームにも同じ技を後から追加した。2008年8月にソフトが発売され、直後の売り上げは伸び悩んだが、同年10月からアニメが始まると、 アニメの人気とともにゲームの売り上げも伸びたゲームシリーズの世界累計出荷数は2018年時点で800万本を突破している